私はこの事件を長年にわたって追い続け調査してきましたが、事件は調べれば調べるほど不可解なことばかりなのです。家畜として育てられている牛や馬が次々と謎の死を遂げていく家畜虐殺事件。この不可解な事件は1960年代の終わり頃からアメリカを中心に世界中で起こり始め、5年間でその被害額は全米だけでも250万ドルに膨れ上がっていた。この謎の事件はキャトルミューティレーションと名付けられ、人々に特に牧場主に恐れられていったのです。リンダ・ハウ、彼女はこの謎の事件を18年にわたって追い続けているキャトルミューティレーションの第一人者である。キャトルミューティレーションと呼ばれるこの事件の特徴は、昨日まで元気であった家畜が翌朝何とも無残な死体となって発見されるという事件である。殺された家畜はあるものは乳房だけをすっぽり切り取られ、またあるものは生殖器だけをすっぽり切り取られている。この牛は顔の皮と肉だけが削ぎ落とされ、その切り口はまるで外科手術で用いるレーザーメスを使用したかのようにシャープなものである。しかし警察や FBI はその傷跡や死体の状況からコヨーテなどの肉食獣の仕業だと発表した。警察や FBI の調べではコヨーテのような獰猛な肉食獣の仕業だというので、私は牛の死体を調べた獣医に会って聞いてみたのです。これは明らかに動物の噛み跡ではありません。このような噛み跡を残す動物は存在しないからです。当初私は何か病気のせいではないかと思い調べましたが、いかなる病気の跡も見つかりませんでした。そこで傷口を拡大してみたのですが、なんとノコギリ状になっているんです。その上傷跡は高温にさらされた形跡もあって、まるでレーザーメスで切ったみたいだと思いました。そこで私はレーザーメスの権威である医学博士にこの傷口の写真を見てもらったんです。これはレーザーメスで切った切り口ではありません。以前鶏肉を使って実験をしたことがありますが、レーザーメスで切った場合は高熱のために切り口に黒いすすがついてしまうんです。こちらは私が手術用のメスで鶏肉を切った切り口です。このキャトルミューティレーションの切り口はすすがついている形跡もなく、また非常にきれいに切られています。どちらにしてもキャトルミューティレーションの切り口とは全く異なります。私が思うにこれは我々の想像をはるかに超えたハイテクノロジーを使って切られたものだと思います。私は最初どんな凶器を使おうと、これはきっと人間のいたずらだと思っていました。しかしキャトルミューティレーションの現場に何度も立ち会った警察官の話を聞いてびっくりしたんです。私は25年間で50件以上もキャトルミューティレーションの現場に立ち会いました。しかしその全ての現場には足跡はおろか車のタイヤの跡すらありません。しかも死体はどれもひどい傷を負っているにもかかわらず、周りには一滴の血液も流れていないんです。その上牛の周りの牧草は変色して枯れている。まさに不可解なことばかりです。ルー警部の遭遇した50件を超える事件、その全てが死体の周りに人の足跡や車の跡もなく、また一滴の血液も残されていなかった。動物の仕業だとしてもこんなことがありえるのだろうか。そして死体の周辺の牧草が変色しているというのは一体どんな意味があるのだろうか。さらにキャトルミューティレーションが起こる前夜、オレンジ色の UFO を目撃したという通報が多いのです。実は私も目撃した一人なんです。地上から100メートルぐらいのところに静止し、突然2つに分かれて飛んでいってしまいました。そして翌日やはりキャトルミューティレーションが起こったのです。それでは人間以外の知的生命体が牛を使って何かの実験をしているというのだろうか。そしてついに私はキャトルミューティレーションの瞬間を目撃した人物を探し出すことに成功しました。
リンダが探し出した目撃者、その証言は FBI の発表を覆す驚くべきものだった。1981年5月テキサス州ヒューストンでその事件は起こった。その夜ドルティさんは娘のケリーとビンゴゲームを楽しんだ後、家族の待つ家に車を走らせていた。明日早速買いに行くわ。ママにも何か買ってきてあげましょうか。ママ、その時突然2人の乗った車をまばゆいばかりの光が襲った。ママ見て、なんか変よ。慌てて外に出るとそこには信じられない光景があった。そしてついに私はキャトルミューティレーションの瞬間を目撃した人物を探し出すことに成功しました。リンダが探し出した目撃者、 FBI の発表を覆すその驚くべき証言とは。1981年5月テキサス州ヒューストンでその事件は起こった。明日早速買いに行くわ。ママにも何か買ってきてあげましょうか。ドロティさん親子が乗った車を突然まばゆいばかりの光が襲った。慌てて外に出るとそこには信じられない光景があった。なんと牧場の牛がその光の中に吸い上げられていくところだったのである。二人はそこで意識を失い、記憶は途切れてしまった。しかしドロティさんは心理学者の逆行催眠によって自らの消えた記憶を蘇らせてもらうことを選んだ。Their hands look funny. They have long claw nails, like. They have very large eyes. They're very hypnotic. Like, they're so big that I just visualize her on a table. Okay, what happens next? I am afraid that it's going to happen to her, what they did to the animal. Yeah. Just let yourself relax. Forget it. No, I don't want to. You can tolerate it. You know it. No, I can't. You know it's all right. They just examined her, I guess. But I'm so afraid that they're going to cut her or something. この話を裏付けるようにキャトルミューティレーションで死んだ牛の中には片方の角が地面に突き刺さっているものや足の骨が折れてしまっているものがとてもたくさんあります。牛は切り刻まれた後 UFO から落とされたからではないでしょうか。牛の死体の周りの草が枯れているのも UFO が残した痕跡と言えるのではないでしょうか。キャトルミューティレーション、殺された家畜には何の病気の跡もない。その切り口は我々の想像をはるかに超えた技術が使われている。現場には一滴の血液も残されていない。死体周辺の牧草が変色している。不可解極まりない謎に満ちたこの家畜虐殺事件、しかしこれが UFO の仕業だとすれば全ての辻褄が合うのである。 FBI の発表から17年、今もアメリカ政府は沈黙したままである。しかし不可解な事件はなくなるどころか世界中で増え続けている。目撃者の言うように宇宙人の仕業であるとすれば、彼らは一体何のために家畜を殺しているというのか。そしてもしこの事件に次なるステップがあるとすれば、そのターゲットとなるのは私たち人間なのかもしれない。